私たちは今日立市川原子町の川原子海岸にやってきました。この場所は今年で6回目となる日立サンドアートフェスティバルが行われていた場所なんですが、私の後ろにはですね、大きいものでだいたい高さ3メートルくらいの砂で作られました竜だったり馬だったりドラえもんなんかもありますし、スターウォーズのこのキャラクターなんかもいて、だいたい11体ぐらいですね、大きな作品がドーンと飾られています。もうあの砂で作ったとは思えないくらいのアーティスティックな作品がたくさんあるんですが、今日はこの日立サンドアートのお話を伺っていきます。お話は日立サンドアート実行委員会の川村秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川村さんもね、海の男って感じですごいいい色に焼けてらっしゃるんですけども、あの後ろのこのサンドアートまだまだ見ることができるんですね。はい、お盆過ぎまで、海水浴シーズン中は、展示しておく予定です。でもちょっと気になったのが、やっぱりこう雨とかで崩れてしまうということはないんですか？はい、グルーと呼ばれるこのサンドアート専用の特殊なコーティング剤をかけてありますので、多少の雨風ですか、ではあの壊れないようにはなってます。あの今年は日本人をはじめ海外からも、全部で5名のプロの彫刻家をお呼びいたしまして、多種にわたるさまざまなアートが展示されてますんで、ぜひ鑑賞していただきたいなと思います。本当にこうプロの方が作られてるっていうこともあって、すごくねこう精巧に作られてるなという印象なんですが、あの作品よく見ますとこう傷がついてるところもありますよね。はい、そうなんです。あのイベント後にですね、もう10日ぐらい経つんですけど、はい、何箇所かいたずらされてる場所がありまして、悲しい出来事ですね。そうですね。ちょっとあの砂でできているということでね、こうなるべくこう傷つけないように見ていただきたいと思うんですけども、このサンドアートの設営というのはどうやってるんですかね？設営はですね、私たち実行委員会とですね、ボランティアの方に手伝っていただきまして、準備期間で約3週間、夜な夜な作業をして、このサンドアートを制作しました。じゃあもう皆さんのねこの手がかかった作品なので、もうしっかりね壊さないでこうね本当に見ていただきたいんですが、今日もたくさんの方いらっしゃってまして、横にあの素敵な奥様方いらっしゃってますので、お話伺ってみましょう。こんにちは。こんにちは。今日はどちらからいらっしゃったんですか？市内です。あ、日立市内という、はい、毎年いらっしゃってるんですか？大体来てますね。あ、そうですか。今年ご覧になっていかがでしたか？素晴らしいですね。毎年もう素晴らしくなっていくんで、はい、なんか圧倒されます。そうですか。年々素晴らしくなってますか？私初めてなの。どうですか、ご覧になって？すごいね、びっくりしちゃった。そうですか。圧巻というような感じですよね。これが砂とは思えないですね。そうですよね。お話ありがとうございます。やっぱりね皆さん砂とは思えないというような、ね、意見が多いですよね。はい、そうですね。どうですか、川村さんは実行委員会として、作品を通してどういったことをこう伝えたいなというのはありますか？そうですね、あの日立市には5つ海水浴場がありまして、これをきっかけに、震災後多分海水浴客とか減ってると思うんで、これを見ながら市外県外から海水浴の方が来てくれればと思います。そうですね、この後を通してね、海水浴の方も楽しんでほしいということですかね。そしてこちらの作品ライトアップもされるんですよね？そうですね、今週末か来週頭から夜10時ぐらいまで、ライトアップしてますので、夜もお時間ある方はぜひ見に来てくれればと思います。はい、川村さん、お話ありがとうございました。ありがとうございます。この時間は日立市川原子町の川原子海岸より日立サンドアートについてお伝えしました。